ジーザスは聖書の中で、私が裸であった時、あなたは着るものを与えてくれたと。私が乾いている時に、あなたは飲ませてくれたと。私が飢えている時に、食べ物を与えてくれたと。いつ私たちがそんなことをしましたかってあなたが答えた、ね。あなたが私の兄弟に、またこの小さきものにしたことは、私にしたことなんだと言ったの。だから、ね、何でもかんでもスピリチュアルに考えず、人にすることは神にしていることだと。ね、逆に今日、皆さんの前で語る。それはジーザスの前で語っているのと同じですよ。一人一人、あなたが気づいてなくても、あなたの中にジーザスが生きて働いているんですよ。俺の働きというのは、その真実に気づかせるきっかけを与えるだけですよ。ね、私たちがジーザスを信じる、神を信じるという表現よりも、神があなたを信じている。かっちょいい。ジーザスがあなたを信じている。要するに、あなたを愛している。そのことに気づくことが、ね、大切なんです。神様はいろんな状況でそのことに気づかせようとしているんですよ。ピンチを通して、チャンスを見出さそうとしてくれているわけです。自然界は神の言葉が生きていて働いている。とはいうものの十字架担いで、ね、もう2時以降は暑すぎるので、結局朝4時半から歩こうということになって、3時に起きる。そして毎日コアトレーニング、腹筋やって、腕立て伏せやって、そしてバングラ、俺のパートナー、岩下って言うんですけど、おじやを作ってくれる。やっぱりね、アメリカの食べ物ってね、バター、塩コショウが多いんですよ。どのレストラン行っても同じものばっかりなんですよ。飽きてくるんです。シリアルってコーンフレークスとかね、オートミールってあるんだけど。でも、やはりね、味噌汁、中にご飯入れて豆腐、そしてニンニク、生姜。まあ、バングラは汚いんだよね。俺、あいつのお皿に持ったものを食べて、20日間下痢したんですよ。だから俺どうして奴を連れて行くのか分かんないんですけど、地の果てまでついてくるって言うんですよ。で、憎めないんですよ、こいつ。で、お前俺のこと好きなのかって言うと、I love you from bottom of my heart って言うんですよ。心の奥底からあなたを愛してますって言うんで。で、俺のことを2時間はマッサージしてくれるんですよ。すべてツボ外すんですよ。すべて。ツボが分かってないんですよ。だから、俺はただ実験台だけど、学んでくれないの学ばないんですよ。一回、その俺の、その、この股関節のところを彼を押してた。あ、ここ凝ってますねって言って思いっきりそれ、俺のリンパだよって。リンパを押し潰そうとしたんですよ。次の日荒れて歩けなかったんですよ。で、だから、でもそいつ毎日2時間、もうね、どうでもいいんですよ。疲れたらね、撫でてくれる人がいるだけで癒されるんですよ。バングラの顔見ないで、ただ違うことを想像しながらね、マッサージしてもらってるって感じですよ。うん。ここだけの話だけど。いや、でもバングラにほとんど行ってるよ。で、あいつグランドキャニオン行ったことがないって言ったから、グランドキャニオン通った時にグランドキャニオン連れて行ってあげたんですよ。お前らまぶた閉じろって言ってね、みんなにこう目を閉じさせて、俺の手を握れって、俺って優しいやつだよね。もう彼らに感動を与えたいから。もう、そこまで連れて行って、よし、目を開けろって、すげーって、俺も嬉しくなるわけですよ、それ見てて。そしたらね、なんかもう、中国からの人とかいっぱい見てんですよ、そこ。そしたら、俺の中国、この目の前にいる中国の人からなんか、すげーおならの匂いがするんですよ。そのおならが、これ中国のおならじゃん、これバングラのおならだっていうふうにすぐ分かったんですよ。でもバングラいないんですよ。でもその人の前見たらバングラいるんですよ。で、そのおならが、グランドキャニオンの空の、この俺らの頭の上を覆って、風が吹いても飛んでいかないんですよ。本当の話なんですよ。ほんで、奴はこう言うんです。わしは匂えへんでって。お前、鼻が悪いんだと。彼は鼻が悪いから匂わないんですよ。だから俺のおならも彼は当然匂わないけど、自分のも匂わないんですよ。でも俺のよりはるかに30倍、60倍、100倍すごいんですよ。それをどんなに言ってもやり続けるんですよ。で、
本来ホテルで食事作っちゃいけないんですよ。で、煙が出たら、必ず100ドル、200ドル罰金なんですよ、ホテルでは。バングラ絶対煙は出すなよと。でもここはピンチはチャンスだから、ね、やっぱりカレーライス作ってほしいし、で、彼カレーライス作ってくれるわけですよ。でもある時味噌汁が煮えたぎっちゃって、こぼれて、そのコンロに流れて煙が出て、アラーム、ファイヤーアラームがビューンって鳴ったわけですよ。もうバングラ顔真っ青。中にいる人たちみんな外に出して。そして、消防車3台来たんですよ。3台。もうバングラ金縛り。もうこれで終わりだと思ったよね。だって、お金払うのは俺ですから。また怒られると思ってますからね。だから消防車が来て、扇風機を俺らの部屋に。で、窓開けて風ビュンビュン飛ばすんですよね。そしたら、その中の一人の人が、たまたま写真撮るトミーというやつがいて、そいつがパソコン開いてたら、俺が十字が担いでる写真をフェイスにしてたんですよ。そしたら、その消防隊の人が、あいつだって言ってみんな見たら、あ、ここにいるみたいな。というのは、俺が毎朝高速道路を歩いてたら、出勤に行く、このファイヤーマン、この消防車たちが、毎朝俺のことを見て、もう消防署の中では俺の噂でいっぱいだったそうですよ。あいつは誰なんだっていう話だよ。ここにいたみたいな。だそういう、その人たちが、ホテルのオーナーにこの人は十字架を担いでアメリカ大陸を歩いてるって言ったら、ホテルの人がペナルティ払わなくていいって言ってくれたんですよ。そしたらバングラが、さすが神様だって、お前がいけねえんだよって。もうそういう珍道中。で、バングラは、もういつもね、あいつ元イスラム教徒だったんですよ。で、奥さんがクリスチャンで、クリスチャンにならないと私はイスラム教徒とは結婚しないって言うから、じゃあイスラム教徒辞めるって、お前の信仰はどういう信仰なんだって言い出したんですよ。で、お前アメリカにはターバン着てくるなと。完璧に ISIS と間違えられると。撃たれるのは俺だと。な、お前ジーパン履いてこいと。アメリカ T シャツだと。な、アメリカンスタイルで来いって言わないと、もう、あれで来ますからね、彼は。あれで飛行機乗りますから。だから俺考えたらなんでこいつを連れて行くんだろうと。でもね、こいつほど、ね、まあ、食事、マッサージ、ね、ドライブ、そして俺に水をあれしてくれる。もう忠実なんですよ。でもすべてファッショナブルじゃないんです。すべてダサいんです。ダサいんだけどやってくれるんです。もうその誠意に立ち打つ奴たちはいないと。うん。真似ることができる奴はいない。でも、いつの間にか相棒にしたくないのに、相棒になっちゃってるわけです。で、天使って呼んでんだよね。本当は呼びたくないんですよ。ね、天使ハゲてやってくんのかよっていう。でもね、やっぱあいつのおかげです。とは言うものの。やっぱりね、俺の喜怒哀楽を蘇らせてくれる。もう、怒らせてくれる。ね。もう俺の中にある罪を全部引き出してくれる。なんて俺は罪深い人間だと。あいつを通して教えられる。あいつがいなければ俺は政治になってたの。あいつがいるからこそ俺はどうしようもない人間だと。絶えず十字架担ぎながら反省してた。で、朝4時半に歩き始める。だいたい1時間はかかる。太陽が昇ってくるまで。最初はもう星空ですよ。もう自然の中。ねえ、シーンとしてる自然の中。だんだんね、明けぼの、暁、朝焼けが出てくる。そしたらこの星がどん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 こっち側の方に、ね、カーテンのようにね、去っていく。そしたら太陽が出てきてね、この、日の出がまた美しい。もう感動する。でもね、人間って感動ってね、やっぱりもろ1分か2分なんですよ。残念ながら32キロ歩くには8時間。7時間と55分。ずっと辛い思い。最初の5分だけ感動。本当そういうもんですよ。ね、あの時の感動すげえと思ったらもうずっとね、感動なんか続かないから。もうそうすると下ばっかり見てる。なんか落ちてねえかなとかね。あのギラギラしたものはダイヤじゃないか。ガラスの破片をダイヤだと間違えてね。俺ピアス、ダイヤのピアス10個ぐらいなくしてるんです、バイクで。全部飛んでいって。そのトラウマがあるから、
光るもの地面で見るとダイヤだと思うんですよ。全部ガラスで、1セントとかね、あの1セントどうかとかお金拾ってね、これバングラ献金だってね、貯めたりしてたんですけど、で俺高速道路をほとんど歩いたんですよ。でもそこは人間が歩いちゃいけないとこなんですよ。でも俺らは警察官にダメだと言われたらやめようと、ダメだと言われない限りやっていいんだと。やっぱり信仰って厚かましさも必要だから、長血に患った女のようにあなたの衣の裾にね触れれば癒されるかーと群衆してた、そういうのって必要なんですよ。韓国に行ったらそんなクリスチャンザラにいますけどね。日本ってね真面目すぎんだよね。だからやっぱり信仰のあのなんていうのか、裏は厚かましさ、がめつさですよ。でも歩こうって歩いたわけですよ。そしてある時パトカーが俺の後ろに止まったんですよ。そしたらもう年配のポリスマンですよね。で俺に大丈夫ですかって言うんですよ。あ、大丈夫です、あなたのやってることは素晴らしい、私たちは普通歩く人をここでは認めないと、でもあなたは違うと、あなたは良いことをやってると、私たちハイウェイパトロールは応援してますからって言ってくるんですよ。でも絶えずおまわりさんが大丈夫かとかね、会う時は白バイが先導してくれるんですよ。だから歩いちゃいけないところ、俺たち2000マイル歩いたんですよ。2000マイルと3200キロ、ほとんど日本を縦断。やってみるもんですよ。ね。法律って何なのって。ね。もちろん、だからといってお前たち法律破れって言ってるわけじゃないよ。でも、暗黙の了解っていう世界もあるんだと。ね。日本の白か黒か、このグレーの世界と同じように、ある部分、信仰の部分もグレーの際どい世界があって、あなたの信仰のようになりますよっていう世界があるわけですよ。だから、たまたま、だからといって今度やったら最初から断られるかもわかりませんよ。でも、今回は2000マイル、3200キロ、ほとんど、ね、もう、警察、応援してくれて、だから、全部ニューヨークに行った時に馬に乗ってる、ね、お前さんたちがいて、ブロードウェイですよ、ニューヨークのブロードウェイ、ど真ん中ぶっちぎりですよ、僕。十字架。今まで十字架担いだやつ歩いたことがないのかもわかんない。もう人混みの中でマッハッタン、ブルックリン、一人で歩いてる。気持ちいい。だって十字架担いでですよ、ブロードウェイの端から端までですよ、ウォールストリート、あのかの有名なウォールストリート、十字架担いでネクタイしてビジネスマン、みたいな気持ちいいですよ。あのね、もう何も怖くなくなる。だからね、一歩踏み出すといろんな人に会う時ね、坂道歩いてもうフラフラだったので、坂道上に上がったら警察官がユニフォーム着てパトカー止めて、マイペットジャーを持ちながらコップ持って、冷たいお水はいかがですかと俺に聞くんですよ。あ、お願いします、ジャー入れてどうぞって、ボーイさんみたいに、私はあなたのやってることをリスペクトしますと。アメリカ人のいいところっていうのは、挑戦するものをね、褒めるんですよ。ありがとう、私がやってなくちゃいけないことをあなたはやってくれる。道端だけでですよ、3000ドル献金してくれたんですよ。100ドル札、オクラホマとかバイブルベルトっていうところはね、クリスチャンがね、お昼食べなさいって言ってね、100ドルで、バングラがいつもそのお金を管理するんだけど、お金もらうために顔がにっこり、それが20ドルとか5ドル札だったら顔暗いんですから、お前なんだよそれはって。何でも感謝しないとってね。いやー、わてはやっぱりお金もらうと嬉しいっていうね。もう正直なんだよ。でもね、パウロは私は勇敢に戦った、走るべき道のり走り抜いた、信仰を守り通した。やっぱりね、こういうイベントって戦いなんですよ。己との戦いなんですよね。有名な、そのネイティブアメリカンの祈りという祈りがありますよ。美の中を歩かせてください、赤と紫の夕日を見させてください、私の手にあなたの作ったものをめでさせてください、あなたの声を私の耳に届かせてください、あなたが我が人々に教えたことを理解させてください、あなたが葉っぱや岩の陰に隠して教えを学ばせてください、私は力を求めます、それは兄弟よりも強くなるためではなく、一番手強い敵、自分自身と戦うためです。ある意味で確かに
血肉による戦いじゃなくて、もろもろの悪霊との戦いとか聖書の中にありますよ。世の価値観との戦い。でもね、一番身近なのは己との戦いですよ。結局己自身が磨かれるんですよ。この十字架担いで歩くという発想は、以前40代の時に日本列島を歩いた時に一歩踏み出したら出会いがあった。元暴力団の奴たちがみんな集まってミッションバラバというのが生まれた。そこでみんな牧師になった。そしてそれが映画化された。誰も映画なんかのことは考えてなかったね。ヤクザが集まることでさえ考えてなかった。一歩踏み出したらそういう奴たちが、自分なんかいろんな過去があって教会の中に入ったって変な目で見られる。しかし彼らが一緒に担ぎながら解放されて、皆牧師になって今活躍して、ヤクザがその中でまた救われている。かつて日本の中で、こういう歴史の中でこういう風な形でヤクザの人たちが救われているのは以前なかった。一歩踏み出して十字架を担いだがゆえに起きたことなんですよ。十字架の言葉は、滅びる者にとって愚かでも救いを受ける者には神の力だという言葉があります。十字架担いで最終日ですよ。ブルックリン歩いてた。ブルックリンって物騒なところでしょ。でも面白いことに、一番やばいところの方が一番いい反応があった。一番その正常な人たち、世間の人たちがいるところは冷たかった。世間体を考える人は冷たい目で見る。しかし世間からはみ出し者になっているゲトの人たちは、感性で生きている。そして痛みを知っている。自分がドラッガーになりたくないのにドラッガーになっちゃってる。犯罪を犯したくないのに犯罪者になっちゃってる。でもね、感じる感性はすごい。十字架のもとにやってくる。僕も担がせてください。ある自転車に乗った、上半身裸で入れ墨をつけている33歳の青年が、一緒についていっていいですかって。いや、ついてきてもらっちゃ困るよと。ブルックリンだぜ、後ろから刺されるかもかな、こいつにって。やっぱり俺もやっぱりこう、そういうところにちょっと注意するんですよ。でも神様はそいつと一緒に歩いてあげろ、そういう気持ちになったんで一緒に歩いて、自転車に乗りながら、僕のおばあちゃんはいつも僕に言うんだと、ね、いろんな人から話を聞いて学べと。なんかこいつブルックリンのやつらしくないなと、ね、人から話を聞いて学べとおばあちゃんを教えてくれたって言うんですよね。で、あ、そうかってこう話しながら聞いてると、実は僕には3人兄弟のその3人姉妹、みんな三つ子の姉妹なんだと。でも一番その三つ子の姉妹の長女が自分の父親にレイプされたんだと。母親は驚いてその3人の女の子を引き連れて家を出てしまった。自分は親父と生活しなくちゃいけない、この嫌な親父と。自分はドラッグに走ったと。そしてドラッグをやめられなくなって今に至ってる。僕のおばあちゃんは敬虔なクリスチャンだと。ジーザスはどんな罪人も愛してくれてると言ってくれると。でもおばあちゃんもあまりにも自分が変わらないんで、たまりかねて教会で自分の批判をすると。うちの孫はどうしようもない孫だと、もう救いようがないと、悪魔の手下になっていると、いろいろ言われると。おばあちゃんは偽善者だと、ね、自分にはジーザスがこうだああだっていうのに教会の中で自分の批判をしていると。でも自分はおばあちゃんが好きだと、ね、でも自分はやめられないんだと、ね、すごく正直に言うんです。お前って正直なやつだなって言って、彼の肩に手を置いたらうわーって泣き出したんです。それも2キロずっと泣いてるんです、自転車乗りながら。俺はイエス様にもう二度とやんない、もう薬物には手出さない、しかしまたやってしまう、もうイエス様は聞き飽きたと思う、俺のことなんかもう信用してない、もうお前なんか俺はもう見捨てるって言ってるように思うと。そうじゃないと、俺なんで十字架担いでんだ、今日お前のために担いできたんだと、ジーザスはお前の罪のために十字架にかかってくれたんだと、ジーザスはお前に力を与えてくれる、俺らが弱い時にこそ強くなれるな、今日出会ったのは偶然じゃない。彼は泣きながらね、ものすごくその話を聞いてね、顔が変わったんですよ。本当に今日おじさんと一緒に歩けてよかったって言ってね、ありがとうって言って帰ってた。それから飛行場を通って行く途中に
クイーンズというところで、このベトナム戦争に行った68歳のサングラスかけたいかついおじさんが車から俺をずっと見てるんですよ。で写真撮ってんの。お前どっから来たんだ、サンタモニカからって言ったら、嘘だろうって、サンタモニカからニューヨークまで来たのって、どこに行くんだ、ロングビーチに向かってるって、大西洋、え、俺もロングビーチに今日行くとこだったんだ、なんか偶然と思えないなって言って別れた。いや、ひょっとしたら会えるかもわかんない、向こう側で、じゃあねって別れたわけです。それロングビーチに行ったら奴が立ってるんですよ、二つのペットボトル持って冷たいの、帽子かぶって大男がサングラスかけて、ウェルカムトロングビーチって俺に水をくれるわけです。お前、俺にしたことは神にしたことだよってこう話しかける。それ急に彼はね、そこで立たずんでね、こう言うんですよ。俺は昨日人を殺しそうになったと、人を殺して俺も死のうと思ったと、人間って本当に人を殺すことができるんだと、自分自身が恐ろしくなったと、俺の人生は今ぐちゃぐちゃなんだと、俺の妹は敬虔なクリスチャンだと、神様のことを口酸っぱく俺に言う、でも俺は宗教は嫌いなんだと、ただ今日俺はもう無性に不安になって海を見に行こうと、ロングビーチの海を見に行こうと思って、今日車を走らせて、そしてパーキングしているところでお前を見て衝撃を受けたと、しかも十字架を担いでるお前を見て言葉には言い表せないショックを受けたと。で彼はサングラスの下から涙流してるんですよ。レイって言うんだよ。レイ、今日お前心開いてみろ、ジーザスに。今日俺はこの十字架行進の最後の日だと。今日お前に出会うために俺はここまで歩いてきたのかもしれない。心開いてジーザスにチャンスを与えてみろ。今日心開く。で彼はジーザス、俺は罪人です。ここの中に入ってきてください。アーメンって泣きながら、68歳のベトナム戦争のベテランが、そのロングビーチのビーチの中に入る前に祈ったんですよ。で彼は俺にこう言うんです。俺は今日という日を絶対に忘れない。祈る時にジーザスとアーサー、お前のことは絶対これから一生覚えてるって言って別れたんですよ。で俺はもうあの十字架担いで毎日32キロね、熱中症になる。11月には俺ヘルニアの手術するんですよ。もうあまりにも歩いて腸が出てきちゃって、ね、もう身を削るような部分ですけど、自分は痛みを何も感じてないけど、結局犠牲は伴うわけですよね。でも得た体験というのは今も自分の中に染み込んで、まだまだ体の中にうごめいてる。これからもっともっと、ね、いろんなところでそれが発散されてくると思いますけど、やっぱり7ヶ月間歩いた、蓄積されたいろんな経験はね、まだまだ中にね、うごめいてます。今日話しきれません。ただ最後のフィナーレの日にその霊と会えたというのは、これは偶然に思えない。アーサーはこの十字架を担いでここまで来たのは俺のために来たと僕は思うって彼は言うわけですね。あなたの信仰のようになるように、彼はそのように受け止めたわけです。神様が今日俺のためにこの人を7ヶ月も前から十字架を担がせて歩かせてくれた。でもそういうふうに思えばその通りなんですよ。そして俺もその一人の魂にジーザスを伝えることができた。それでこの旅は往来ですよ。主の大庭にいる一日、彼との5分10分の時間が全て苦しみ辛さ吹き飛ばすぐらいの感動になったわけですよね。一歩踏み出さないと出会いはない。これ私たちも同じです。パウロは、私は勇敢に戦った、人生には戦いがあるということです。己との戦いがあるね。走るべき道を走り抜いた、私たちも走るべき道のりがある。私の母は最後の道のりを今一歩一歩進んでいる。今月あと1週間2週間、まさにその瀬戸際です。もちろん癒しも信じますよ。でも全ての営みに時があるね。もう天国に行かせてあげる時、そのように僕は思いますよ。彼女はもう今から30年ぐらい前に、僕がクリスチャンになったばかりの時に母親に伝道し、彼女はイエス様を信じてますから、
今一緒に祈れる、もう骨と皮の手を握りながら、イエス様とお母さんも祈るわけですね。感謝します、感謝しますって、俺だったら感謝できるかな、この状況で、感謝しますってね、祈ってるわけですよね。死は怖くないって言うんですよ。死はトンネルをくぐるようなもんだとね。だから彼女の心の中にもうまさに裂かれるような思い、自分の子供と別れる時が来ている、もう今死んでもいいという気持ちになるね。そういう時ですよ。走るべき道のり皆さんにもあるんです。人生70年80年といえども29200日70万800時間4204万8000分ちゃんと調べたんですよね。いつか分かんない。俺だってバイクに乗ってる天と地の狭間で今日かも分かんないって、俺がどんなに安全運転しても居眠り運転している脳卒中を犯した人がぶつかってくるっていうのはあり得るわけですよ。今聖書をさまよったら母親の前に俺が死ぬことだってあり得るわけですよ。それを踏まえつつ今日という日をいかに精一杯生きるかね。私は走るべき道のりを走り抜いたとパウロは言い切れたね。そして信仰を守り通した、守り通す、要するに信仰を生き抜いたってことですよ。信仰の創始者完成者ジーズから目を離すなと。信仰がなければ神を喜ばすことはできない。義人は信仰によって生きる。人には不可能、神には可能。この十字架行進はその信仰がなければできなかった。お金が半端じゃなくかかるね。車を借りる、ホテルに泊まる、3人の飛行機料を出さなくちゃいけない、食べ物のために莫大なお金がかかるわけですよ。必ず神様が与えてくれる、十二分に与えてくれた、ね、三上も俺を応援してくれた、ね、いろんな社長さん連中が「アーサーのやってること俺にはできない、俺は金稼ぐことができる、アーサーを応援する」。そしたら自分もチャレンジを受けて、自分も仕事にチャレンジしようとする、そういう連鎖が起きるわけですよね。お金がないからやらないというのはね、負けてるんですよ。使命、命を使う、金があるかないかはどうでもいい、なくても使命やって一歩踏み出したら金はついてくるんですよ。そういう世界があるんだということを俺たちは忘れちゃいけない、ね、金がなくてもあなたの使命があれば、その使命が本当にあなたの行動によって表現されていったら、それを応援する人たちが生まれてくるんですよ。ですからこの行進は俺にとっては信仰をもう一度新たにしてくれた、ね、道端で$3,000ね、35、6万円くれる人がいるんですよ。食べなさい、お金くださいなんて言ってないんですよ。ただの道端だけでそんだけの人たちがいる。またいろんな人たちがこのフライデーナイトの人たちも献金してくれて支えてくれた、ね、信仰がなければ神を喜ばすことはできない。そういう神様は必ず与えてくれると信じて一歩踏み出すなら、失えた魂も導いてくれる。だから来る人たちはみんな選ばれた人たち。私はあなたの十字架見て感動した。トラックの運転手が涙流しながらペットボトルとサンドイッチ持って、北に走っててもあなたを見た、南に走っててもあなたを見た、今日で3度目だと、あなたと今日話したいと思って車を止めてやってきたって言うんです。ありがとう。で、俺はみんなに祈ってくれって言うんです。俺は俺から祈るってことはしないんです。来たやつたちは心に何か火ついてるから、そいつたちに祈らせるんです。祈ったら彼らの信仰はもっと熱くなるんです。そうすると彼らの一日が変わるんです。神様いるんだと。車の中で家庭の悩みや自分の将来の悩みを感じている人が、ふと外を見ると十字架担いで歩いてる。ええー、みたいな。あの霊と同じように、なんだこれは。ある人にとって愚かに見えても、救いを求める者には神の力なんですよ。十字架の言葉は、滅びる者にとって愚かでも、救いを受ける者には神の力。だからいろんな反応がある。あって当たり前。それが現実ですから。ね。でも、そのニューヨーク通り過ぎて、ブルックリン通り過ぎて、ね、
最後のロングビーチまで歩けて、ずっと2ヶ月ぐらいはこの脱チョの状態で歩き抜いて、まあ、痛みは全然なくてね、そんなに大きくもないんだけど、でも11月に5日間手術して、また俺の美形の体をますます美形にして、また来年は台湾を歩こうかなと思ってるんですよ。今度は台湾、ちょっとアジアに目を向けようと。台湾の次はもう一度韓国プッサンから板門店まで3度目の行進をやりたいな。その次は英国を歩きたいと。英国はうちの親父のウェールズは、ウェールズっていうところがありますから。だから尽きないですよね。なかなか死ねないです。はい。でもまた皆さんにいろんな面白い話を持ってきたいと思います。今日はこの辺りでやめようと思いますけど、どうもありがとうございました。以上です。一言お祈りしましょう。どうぞ頭を垂れてまぶたを閉じながら、一人一人今日のこの集会はただメッセージを聞く集会だけじゃなくて、あなたのための集会です。あなた自身も人生歩んでいます。戦ってます。あなたにも走るべき道のりがあります。別に十字架を担ぐことではありません。あなたがいるということは神様がいるということです。そしてあなたは偶然に生きているんじゃなくて生かされています。あなたで なければできないことがあります。あなたがいるからこそ周りに人が慰められ励まされるんです。あなたの存在は大切な存在です。あなたは自分のことをそう思ってるでしょうか。私の目にはお前は高価でたっとい、私はお前を愛しているよと。神様はそのようにあなたを見てます。十字架はあなたのためにあります。過去の罪、今犯している罪、その罪に縛られるんじゃなくて、東から西へとその罪を使え、もう思い出さないとイエス様はおっしゃってます。私はあなたの不義を思い出さない。十字架の上で私はお前の罪を許したんだと。その許しをあなたは受け取ってるでしょうか。パウロは信仰を守り通した。信仰を生き抜いた。私たちは信仰によって始まり、信仰によって終わるんです。その狭間の中で揺れ動くことも多くあります。脱線することもあります。問題を起こすこともあるでしょう。完全完璧じゃありませんから。しかし私たちがどんな罪人であっても、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしているんです。もう一度十字架を見上げましょう。今日のメッセージを聞いて、イエス様、私はクリスチャンですけど、今日もう一度信仰を新たにしたいと思います。あなたとの愛の交わり、私が頑張るからじゃなくて、私は頑張れません。でもあなたが全てを十字架で成し遂げてくださったがゆえに、その恵みゆえに私が救われていることを感謝したいと思います。その原点、初めの愛に立ち返りたいと思います。そのように思われる方は手を挙げてみてあげます。エメン、エメン、エメン、エメン。今日のメッセージを聞きながら、ジーズス、私は頭であなたを知っています。でも心にあなたがいるかいないか分かりません。あなたは心の中に生きてくださる方だと聞きました。今日自分の心に生きてほしいと思います。またその確信が与えられたいと思います。私は罪人です。でもイエス様、あなたをハートの中に歓迎し、あなたと共に歩んでいきたい、そういう思いが自分の中にもありますという方は手を挙げてみてください。アーメン、アーメン。最後にイエス様、ここに私がいます。どうぞこの私を使わせてください。今置かれた場所で私の手を通して、あなたが困っている人に手を差し伸べてください。私の目を通して苦しんでいる人を見させてください。私の心を通して魂を愛させてください。私を通してあなたが生きて働いてください。あなたのしもべとして用いてくださいという方は手を挙げてくださいます。エーメン、エーメン。全員立ち上がって一緒にお祈りしましょう。このお祈りは、心の中にジーゼスをお迎えする、ジーゼスを信じ受け入れるお祈りです。あなたが今日この場所からクリスチャーになるお祈りです。お祈りしましょう。イエス様、私は罪人です。あなたを知らずに自分中心に人生歩んでいました。お許しください。このような私のために十字架の上で死んでくださり、蘇ってくれたことをありがとうございます。今日あなたをハートの中にお迎えします。
受け入れます、信じます。この祈りに応えてジーザスが心の中に入ってきてくれて、今日からクリスチャンになれてありがとうございます。アーメン。どうぞ一人一人静かに今日のあなたのメッセージの応答に祈りをさせてください。あなたの思いをイエス様に届けてください。あるものは交わりの回復、あるものは癒しの祈りかもしれません。どうぞ自由に祈ってください。あなたの身近な友達を覚えて祈りましょう。鈴木さん、山本君、家族、名前挙げてその救いのために祈りましょう。私も存在感で語っていくことができますように。少しでも生き様を通してジーザスの香りを放つことができますように。私たちの教会を覚えて祈りましょう。先生の上に、教会の兄弟姉妹の上に、会社の友達の上に、この日本の同胞の上に、ジーザスの恵み、多くの人が知ることができるように、かつて日本で見たことのないリバイバルの波が起こるように、このフライデーナイトがこれからも用いられますように。天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて心から感謝します。あなたは昨日も今日も常しえに変わることのないお方、アルファでありオメガであり始めであり終わりである方、いつも我々の傍らに、また我が内に生きて働いてくださっている方、こんな罪深い私たちのために十字架にかかってくださって、私たちを救ってくださってありがとうございます。どうぞここにいる一人一人の歩みをあなたがこれからも導き続けてください。ここにいる一人一人が存在するがゆえに、周りの人たちがジーザスという存在に触れられていくことができますように、知っていくことができますように、背伸びするのでもなく、気張るのでもなく、恵みによって救われている感動を覚えて生きていくことができるように導いてあげてください。日々自分の十字架を追って、そして主についていくことができますように。人生を走り抜くというよりも、一歩一歩歩み抜いていくことができますように。今抱えている様々な問題をあなたは誰よりも一番よく知っています。その問題一つ一つに解決の糸口を与えてください。絶望から希望へと導いてあげてください。闇の中にいる人に光の希望を与えてあげてください。束縛されている人に解放を与えてください。あなたが生きておられるということを今週味わうことができるように、今日味わうことができるように導いてあげてください。ジーザスの尊い名によってお祈りします。アーメン。どうもありがとうございました。どうぞご参加ください。